世紀に漢字に翻訳されたお経と、うん、11世紀にインドの言葉で出てきたお経、どっちがじゃあ過去の姿を伝えているのかって言ったら、それに気づいて実は日本に多くの、あの海外からの研究者っていうのは勉強しにやってきてるんです。なるほど、その経典を勉強しに。すごいですね。今回ですね、僕はFacebook でこうつぶやいてしまってちょっと論争っぽくなってしまったのがですね、うん、でもまあ僕も反省させていただきます。もう完全にその最初にその大乗仏教を説いたのはもう偽物だとかパクリだっていうのを聞いちゃって、完全にこうね、こう相手は敵だっていうふうに思っちゃうんだけどもただまあゲーポン先生からお話すると、実は先輩なんだと、うん、ね、それでその実際にいろいろイギリスまで行って勉強して、そしてそのイギリスではもう、カナダで勉強したらもう完全にそのサンスクリットというのがいかに優位であって、その日本の漢字のお経様なんていうのはもう鼻も引っ掛けてもらえない状況を学んでこられての主張なんだというのは初めて聞かせていただきましてね、あ、やっぱりそれなりのすり合わせがあって、浄土真宗好きだからこそそれをいかにこうね、世界に認められる真宗にしようかという、そのね、悩みの中からああいう形ができてしまう、できてしまったって思うんですけどね、うん、そうなっていったっていうのは非常に勉強になりましてね。我々どうしてもですね、うん、インドの言葉サンスクリット語で書かれてる経典っていうのは、まあ、これは間違いないんだ、素晴らしいんだってなってしまうんですけれども、うん、まあ、サンスクリットっていうこと言語で書かれた経典っていうのはですね、うん、多くが7世紀以降、8世紀以降、まあ、ひだ11世紀ぐらいに書かれたものっていうのは多いわけですよ、ね、うん、なるほど、なるほど。でも経典っていうのはインドの言葉っていうのは経典どん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 変化しとるわけですよね。なるほど。どん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 時代によって変わっていってる。で、うん、翻訳をするっていうのはもうその時点、どん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 その時点でその固定化させるわけですから、うん、例えば2世紀に翻訳される漢字に翻訳されたお経と、うん、11世紀に、インドの言葉で出てきたお経、どっちがじゃあ過去の姿を伝えているのかって言ったらば、うんうんうん、しっかり、まあ、それこそ漢字からインドの言葉との関係性さえしっかり見極めればですね、うん、実は漢字の経典の持ってる可能性って無限大なんですよね。うん、素晴らしいそう、経典が生まれたその時の情報っていうものに、うん、まあ翻訳という漢訳というステップを踏まえての、うん、あれではありますけれども、うん、タッチできる数少ない手がかりの一つっていうのは実は漢訳経典なんです。もちろんね、ガンダラあたりからまたこういろいろ経典が見つかってきたらっていうのは、うん、期待はするところなんですけれども、残念ながら戦争等で多くの遺跡というものが失われ、またマーケットの方に流れてきてしまっている。なるほど。という状況の中で、漢字の経典というものっていうものを持つ、特に古い翻訳を持つ可能性は無限大なんですね。それに気づいて実は日本に多く の、うん、海外からの研究者っていうのは勉強しにやってきてるんです。なるほど。教典を勉強しに、すごいですね。そうだから、それをね、すごいやっぱりこう嬉しく、やっぱり私は思いたいと思うし、みんなにも、あ、嬉しいなと思ってもらいたいんですよね。本当そうですよね。2週にわたりまして、本当にゲーポン先生に来ていただきました。本当に感謝申し上げます。ゲーポン先生でした。どうもありがとうございました。ようこそでした。ではこのまま失礼させていただきます。ありがとうございました。皆様お気をつけまして、どうも。